ようやくついに小田原に着きました。もうこっちの道を、あっちに進めばもう小田原駅です。小田原に新幹線止まるんで、このまま名古屋に戻りたいと思うんですけれども、というわけでもうここから、小田原からさらに熱海を目指して行きます。なんか135号線っていうのがあって、それで熱海へ向かうっていうふうに情報ではなってるんですけど、どこここもてか熱海どこ、早速見つけました。次の目的地は熱海。嘘でしょ、このタイミングで雨降ってきたんだけど、マジかよ、勘弁してよ。お家に帰りたいよ。ああ、嘘でしょ。これ、明日の方がきついんでしょ？あの最強の静岡県に。縦に長いと最強の静岡県を与えるのは4キロ、熱海市が4キロ、おお、もうちょいじゃん。オッケーオッケー、全然オッケー。まずちょっと宿を調べるか。宿、熱海の宿を携帯で。おーし、今からちょっと宿を調べて、熱海で泊まるホテルを探したいと思います。いや、ないなと思ったら、熱海って静岡県なんだ。知らなかった。マジで厳しい。はい、無事にホテルチェックインして、今部屋の中入ったんですけれども、お任せプラン、部屋お任せプランってやつで、どんな部屋かなと思ったんですけど、すごい綺麗なホテルで大きくて、部屋も良くて、まあ普通に来ればすごく楽しめる熱海ライフを楽しめそうな、まあ、場所なんですけども、いかんせん明日朝早いのと、明日もう一回この今日よりもさらに長い工程を踏まなきゃいけないっていうので、いまいち乗る気になりませんけども、もう一回、今日ちょっと温泉もあるということなんで、明日に備えて、ゆっくりしたいと思います。なんか今日走った距離が今
調べたら100キロジャストぐらいなんですよ。で、帰らなきゃいけないマイホームまで今調べたら240キロ。テビティテビティ、明日どこまで行けばいいの俺。明日120キロ、240キロの半分の120キロ走ったとして、120キロ先ってどこ？浜松ぐらい？浜松、浜松ちょっと行き過ぎだな。掛川市ぐらいかな。明日人生で最長記録の移動距離が誕生するってわけか。ふん、やだな。皆さんおはようございます。2日目の朝をついに迎えてしまいました。もうすでに足が疲れているという謎の現象が起きていますけども、今から、11号線という道路を使って沼津の方に抜けたいと思います。